家があること、暖かい布団で眠れること、ご飯が食べれること、親子3人でじゃれ合い、バカなことをして笑い合えること、お休みと言えること、一日を過ごせるお金があること、他にもたくさんの人、物、あるものに囲まれ、母子家庭でもなんとか生活でき、生きることができること、生かせていただき、私でいられること、私自身の存在を愛することができることを誇りに思い、感謝しています。ありがとうございます。